表していきたいと、お名前をお呼びしますので前の方に来てください。第5位古川、優勝、失礼いたしました、優勝でご紹介させてください。ゼッケンナンバー4番新沼翼さん、同じく12番古川修一さん、優勝となります。どうぞステージの方にお願いします。優勝、新沼さん、古川さん、5名の方、はい、3位、第3位、村上源太郎さん、村上さんどうぞ。そして準優勝は絶景ナンバー2番新井博文さん、おめでとうございます。そして今日は優勝は笹本健人さん、お願いします。そして優勝の新沼さんが、新沼さんいらっしゃいますか。古川さん、古川さん、はい、いらっしゃいますね。笹本さんが登場すればこれで5人揃いますね。ああ、そうなんですね。では、最後です。では、新沼さんが一歩前の方にお願いします。メーター、はい、表彰状、ウェイターズレースジャパン2015個人戦優勝、新沼翼様、はい、新沼さん、新沼さんにいいですかね。新沼さんですか。横浜ロイヤルパークホテルでいいですか。新沼さんに、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。入賞するのもちょっと少々お待ちくださいね。大丈夫です、今ありますから、ありますから、ご安心してください。ありますので、はい、すいません、かぶらないように、はい、一つ一人で、はい、横浜グランドインターコンチネンタルホテル中華料理カユーペアランチ券をお受け取りください。失礼しました。ゆるかわさん、キリンさんから、キリンさんから、はい、嬉しいっす、これ嬉しいね。いらっしゃい、ありがとうございます。そして、古川さん、一歩前の方にお願いします。古川さんですね、古川修一さん、はい、表彰状、ウェイターズレースジャパン2015個人戦優勝、古川修樹さん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。古川さんには横浜ロイヤルパークホテルランチ、いらっしゃいませ、おいしく食べていただきたいと思います。では3位いきましょうかね。第3位、村上さん、一歩前の方にお願いします。はい、表彰状、ウェイターズレースジャパン2015個人戦第3位、村上源太郎様、あなたはウェイターズレースジャパン、2015の個人戦におきまして当初の成績を収められましたので、ここに称します。タイム1分00秒83、早かったですね、はい。平成27年11月23日日本ウェイターズレース協会会長梶恒夫、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、はい。表彰状、ウェイターズレースジャパン2015個人戦準優勝、新井博文様、はい、以下同文でございます。新井さんも早かったね、1分切りました、59秒98です。おー、すごい、ありがとうございます。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 表彰状、ウェイターズレースジャパン2015個人戦優勝、笹本健人様、あなたはウェイターズレースジャパン2015個人戦におきまして、当初の成績を収められましたので、ここに称します。タイム0分49秒78、記録でございます、はい。平成27年11月23日日本ウェイターズレース協会会長梶恒夫、
とうございます。お願いします。はい。お願いします。はい。ありがとうございます。今、これが当たりました。はい。あと、商品。はい。さらに、グリーンビールも。さあ、それではですね、ちょっとインタビューをしていきたいと思います。失礼します。後ろ失礼します。一言ずつお願いします。今日は2回も失格してしまったので、来年はちゃんと練習してリベンジしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。来年は優勝を目指して頑張っていきますので、来年もよろしくお願いします。プリンスホールディング村上です。今回初出場だったんですけど、来年優勝できるように頑張りたいと思います。そして、12月1日長者町の方に新店舗ロイヤルガーデンオープンです。よろしくお願いします。以上です。ホテル東急、宴会サービス新井でございます。初出場だったんですけど、めっちゃくちゃ楽しかったです。本当今日ありがとうございました。さすがジエカ、ありがとうございます。はい、株式会社コロナ MD20 の笹本と申します。本日はこんな皆様に応援していただいて本当にありがとうございます。実際去年優勝したんで、すごくプレッシャーとかも感じてたんですけれども、まあなんかこの次の営業のことを考えると割とリラックスして試合に臨めたのではないのかなと思っております。来年も機会があれば頑張りたいと思いますので、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。よかった。村上さん、どうでしたか、男性の総合は。早かったですね。はい、本当にびっくりしました。もうトレーニングの何も乗ってないんじゃないかなというぐらいでね、頑張ってください。あとは本当に今日皆さん楽しんでくれたのが一番嬉しかったですね。はい。日頃走ってはいけないっていうか、ね、もちろん仕事上では走れないですけど、今日は1年に一度走っていい日ですから、はい、来年もまたここでお会いできると思います。楽しみにしてます。またみんな一つ上を狙って頑張ってください。はい、おめでとうございました。大きな拍手をお送りください。今日この4人組の宮崎さんですね、はい、ちょっと笹本さん左の方、右の方に寄ってきていただいて、5人で笹本さん、20枚というね、何店ですか、20枚横浜本店20枚だそうですので、ね、遊びに来てください。はい、この笑顔に会えるぞ。はい、すいません、お願いします。はい、いい写真を撮って、ね、くださいね。よろしいでしょうか、大丈夫でしょうか。まだカメラがたくさん見てますね。すごいですよ、もう1分を切るも何も40秒台が出てますのでね、新記録が出ております。メンタル強いメンバーだけじゃないですけどね、お願いしますよ。メンタル、メンタルね、大丈夫。よろしいでしょうか。はい、それでは、個人総合上位の皆様に大きな